よし、再開。前回、前回は、くさびの祠に行って、おじいちゃんから、お小遣い1000ゴールドをもらったのと、旅人の帽子をもらったのと、ですね。じゃあ今回は、まあ、進めていくと。まあ、大体見たところだと思うんで、適宜カットしていくということで。で、おじいちゃんからのお小遣い1000ゴールドを使って、もう少し装備を整えてから出発しようと思います。はい、装備を整えました。今日は多分変わりなし。剣、川の盾、旅人の帽子、川の鎧。で、薬草を3つずつ買いました。まあみんな同じように薬草を3つずつ買っています。で、マサは変わってないかな。川の帽子、川の鎧。で、ゆきちゃんが剣、川の帽子、川の鎧。リンダが杖、川の帽子、庶民の服。で、薬草3つずつ。はい。そういうわけで、じゃあ飛行船があるという洞窟、あそこでアイテムを少し取っていこうかな。はい。じゃあ行きましょうか。あ、そういや、ここに神秘の飛躍があったかな。あれ、取ったっけ？あったな。神秘の飛躍。神秘の飛躍は、まあ、リンダかな。はい。あと、セーブしたかな。セーブしてないな。セーブしとこう。よし、じゃあ行くぞ。ここだな。なかなか敵に合わんな。お、鬼だ。鬼。薬草。まあ、ここら辺は、と戦闘だ。ん？あ、お任せ？お任せ？へぇー。これなかったよな。確か体験版では。うん。まあ、選んでみようかな。一応。あ、でもちょっと手強そうやけん。ダニー？ダニーだったっけ？確か体験版では、ナメだったかな。ダニーですね。何をするだーってね。許さんって感じですね。まあ、そんなことどうでもいいとして。まあ、殴るぐらいしかないのかな、今は。ゆきちゃん、どんな感じだろう。魔力の光も使ってみようかな。おう。おう。魔力の光、強いな。うん。まあ、序盤の敵なんで、全然いけますね。はい。78ゴールド。ここには確か精霊の種火があったよな。ちょっと苦戦してるか。まあ、魔力の光を惜しまず使っていこう。ちょっとやばいね、これ。今日がめっちゃ食らってるね。まあ、買ってきた薬草があるので、惜しまず使っていきます。お、あれが、精霊の旅、神秘の飛躍。神秘の飛躍、どうしようかな。ゆきちゃん、探検家も、確か知性が高く、まあ、知性が高くて、まあ、魔法も攻撃もできるみたいに書いてたんですけど、まあ、リンダでいいか。とりあえずは。はい。じゃあ、この精霊の種火。僕は精霊の種火。炎の力が必要なら、言っておいで。こんな感じで喋ってたかな、お前。うん。じゃあ、これは、って、そんなこと言ってたか、こいつ。忘れてるな、意外と。じゃあ、リンダ。リンダでいいかな。リンダさんに、精霊の種火を覚えさせます。
はーい。はい。精霊の大義の力を得た。よし。早くも MP がつきかけなんで、どうしよう。あ、でももう少し探索すれば、もうこの洞窟は来なくてもいいかな。よし、精霊の種火。あ、精霊の種火は火の玉には効かんか。ミスった。間違った。魔力の光だな、ここは。おぉ、魔力の光。これ強いな。よし、みんなのレベルが上がりました。で、この先は、固く閉ざされていくと。おそらく飛行船を取るために必要なんだろう。はい。MP が尽きちゃったな。どうしよう。防御か。おっと、これはちょっと、いきなり、全滅の匂いが漂ってきたな。リンダには薬草で回復してもらうか。やばいやばい。マジでやばいぞ、これ。よし、回復。なかなか苦戦するな。じゃあ、ここまで来たら、王の帰還で帰りますと。よし、じゃあ、あの、飛行船のある、と思われる洞窟、あそこはもう、探索終わりということでいいかな。はい。じゃあ、薬草買いますか。はい。それじゃあ次は、グリリーに行こうと思います。お？この辺って、体験版では毒の沼に覆われてたような気がする。やっぱり、体験版やったから、あんな風に毒の沼で、いけないようにしてたのかもしれん。あ、ここでお任せを使ってみようか。おう、まあ適当に戦ってみると。そういうことやな。まあ、なかなか便利な機能だね。丸ボタン連打しなくていいんだよね。はい、グリリーにやってきました。ここでやることは何だったかな？はい。まず、この悪党の依頼ですね。おっと。ちょっと鬼がいたので、捕まえます。はい。この依頼。これは、これ、小銭を稼ぎたくねえか、1万ゴールド払おう。で、半分を前金でもらって、前金でもらっておきつつ、このワインを、井戸の中にある樽に流し込まない。前金をもらっておきながら依頼をちゃんと遂行しないという。そういう一番もう今日たちが悪党みたいなことしてみましょうかね。できるかな？やってみるよ。おー。安物のワイン。
どこにでも売っていそうな安物のワイン。頼んだぜ、相棒。うん。それが済んだらまたここで落ち合おう。まあ、やらないんですけどね。やらないということは、できるのかどうか。まあ、試してみるか。試してみよう。お、また鬼が。これで鬼の数は、6匹。多分、あの扉開けるね。この樽に流し込めばいいんだろうけど、どうなるんだろう。流し込みますか。いいえ。最近このアーティファクトを盗もうとしている奴がいるとの噂を聞きました。え？あれ？あれ？あー、ちょっとこれ、依頼を受けちゃったら、ここのイベントできないってことかな。あー、そうか。そうだったか。まあ仕方ないか。じゃあ、ここのイベントは、このまま放置ということで。5000ゴールドを受け取って、安物のワインを持ちながら、そのまま逃げると。そういう感じで行きましょうか。はい。これ、大釜。廃墟を探せば、大釜落ちてる。うん。これが、体験版では見つからなかった、北の廃墟ってやつですね。製品版では、見つけることができるんでしょうか。ん？変な紙切れが落ちてたんだけど、お兄さんの？いえ。どんな紙切れ？ああ、ちょっと嘘ついちゃったけど、いいかな。ん？グリディを手に入れた。なんだ？破れた地図の一辺。地図か。こんなものは、前にはなかったかな。使ってみるか。グリディにワープできるってことか？うわ。これめちゃめちゃ便利やん。へぇー。ちょっと王の帰還の便利さが薄れるな。まあいいか。あの紙切れ何かに使えた？うん。ルーラの呪文がかかってるかな。ワープできたよ。息子が西の鉱山へ行ったっきり帰ってこないのだ。これはこの前、グリディに、寄る前に、西の鉱山に行ったんで、うん。この話はあんまり、聞いてなかったと。うん。西の鉱山で息子を探してくる。オッケー。ここに売ってるのは、相変わらず癒しの水だけと。はい。じゃあどうしようかな。はい、じゃあ一旦ここで止めましょうか。一旦止めます。